東方神起、ナムグン・ミン&チン・アルムの結婚式で祝い歌を担当することが明らかに。ミュージシャンミヤービの妻で元歌手のメロディーさん、シュガが長女エーリさんとの写真撮影に親切に応じてくれたことに感謝。俳優チョ・ジョンソク、女子ゴルファーとの不倫を否定。ピも被害に遭った演技と歌、ダンスの実力を兼ね備えた代表的男性スターの映画、女子プロゴルファー B と不倫同居中で、A の妻 C が二人の不倫を知って警告したという報道で、チョ・ジョンソクも A ではないかと推測されていた。ドリームキャッチャースアー、自宅に入った強盗事件エピソードを明かして話題に。自宅から貴重品と現金がなくなっていた。した。実刑が靴の跡を見て犯人を探し出す。した。犯人はよく来ていた配達員だった。アイドル出身女優をストーキングした容疑で30代の男、検察に拘束送致される。先月、ソウル市内に停車していた女優の車の前面窓ガラスに貼られた連絡先を見て何回もメッセージを送り、電話をかけ、現行犯逮捕された。被害者が芸能人だとは知らなかったと主張している。ピ&キムテヒ夫妻側、デマに怒る。演技歌ダンスの実力を兼ね備えた男性スターと女子プロゴルファーが同居中で、男性スターは既婚、妻がそれを知り警告したと報道された。男性スターが連姻だというデマが広がり所属事務所側が呆れた。すぐに措置を取ると怒りをあらわに。今月の少女中、仲間外れ疑惑浮上。15/16日開催のコンサート不参加について事務所がスケジュールについて知らせてくれなくて残念と明らかに。した。メンバーの4人はグループチャットとスケジュール表で知っていたと証言。した。中だけグループチャットに入っていないのでは。